松岡隆則は映像監督。2014年以降監督業として作品多数。埼玉県羽生市出身1996年中央大学在学中より自主映画を監督。壁が調布実験映画フェスティバル入選1997年チャリンコ坊相続が全国学生映画祭にて中野武蔵のホールで レート賞1998年、恋人たちが、夕張国際映画祭 JCF 学生映画祭で、特別賞受賞2000年中央大学文学部、卒業2001年に映画、ミスター・ルーキー・ニゴス女監督として、参加2002年に映画、さよなら、黒・ニホース女監督として、参加2003年映画、69・69に、サード女監督として、参加2004年映画、 愛藤のひなごんにセカンド助監督として、参加2006年この頃より、実相寺秋夫監督の古代に、参加2007年に映画、神がかりにチーフ助監督として、参加2009年ユニテントの VP を、監督2011年映画、カルテット。にチーフ助監督として、参加2012年映画、関西ジャニーズジュニアの渦政更新曲で、メイキングディレクターとして、 参加2013年映画、おしんにメイキングディレクターとして参加。ありがとうございます。